じゃあ寝ちゃいますか。あと一発で弾けるかな？よく弾いてほしい。先にちょっと弾いて。あれバグってんのかな？バグりかなんかで、なんかやってないかと。弾けないか。いやー、雪じゃないですか。あー、そっち見に行っても先にエフェクト取っちゃうか。あ、そうね。あれ近いからな。上から3つ目の扉。右かな。だから、2半だな。そこにね、もう普通にエフェクトあるから探してもらって。ほんとは序盤に撮るやつなんだけど、まあ、最後にやったから。どうだ。どんな感じなんだ。まあ、猫ですから。猫っぽいエフェクトを探してもらえば。猫っぽいエフェクトね。謎の人間が大量にいるんだ。うわ、すげえ、いっぱいいる。めっちゃいる。あ、なんだこれ。いるぞ。これか。お。これじゃないですか。おめでとう。最後のエフェクト、猫です。こういう猫、なんか、ね、コインみたいな回り方してる。これも結構ね、可愛いエフェクトだよ。確かに、はい、猫っていうのはネズミだよね、どっちかっつうと。うん、気持ち悪い、目が。でもこれすごいね、有能なエフェクトなんだよね。何が起きてるか分かる？え、いや、なんか、あれ、お金が右下にあるぐらい。まあ、猫に小判ってことなんだよね。うん。でね、これを使うと、こう、移動する系のオブジェクトが、自分に向かって集まってくる。うんっていう効果を。で、ちょこちょこね、これを使うと特殊な反応が見れるやつがいるんだよ。マーチとかやばいじゃん。マーチとか、敵やばくね。ああ。で、ちょっとね、イベント見に行こうか。そう。一回、起きてもらっていいか。また扉ガチャをしよう。あと見せたいイベントはね、2個だね。2個か。魔女のやつともう1個。起きない。ああ、まあテレビ含めたら3つか。テレビはもう諦めよう。お、来た。いいね。で、そこ下に行ってもらって。エレベーターに乗ってもらっていいかい？エレベーターね。でね、上に向かうエレベーター、エスカレーターを乗ってもらって。上の方、下の方。下の。こっち？うん。こっちね。で、そう、乗ってもらって。ああ、前来たね。黒猫といえば黒猫なの。あ、じゃあ、魔女か。はいはいはい。乗ってもらって、右へゴー。おお。なんだ。なんか、飛べるんですね。すごい。あ、ちゃんと左にいる人遅くなって、右行ったら早くなる。これだけなんですけど。これは右っていうの左っていうんですか。どっち行っても変わんないです。こんなやつ。こんなやつ。
下に行くとね、幽霊。下に行け。あれ下起きればいいのか。起きない。起きる感じじゃないですかね。起きるって言われたら、エフェクトを解除すれば。ああ、そういうことか。落ちない。じゃあ、ちょっと解除します。なんか嫌な顔するな。あれあれあれ、押せない。エフェクトのアクションボタン。おー、落ちた。あれベッドから落ちて。どっちだこれ。これ現実現実。ファミコンがあるから。あ、確かに。あ、現実、あれか、ベッドから落ちたか。そうそうそう。そういうことか。いいイベントでした。なるほど。面白い。もうちょっとあれ、やばそうな感じだったけど、結構可愛らしいやつだ。いいこと。あ、なんか結構ファンタジー感があるよね。そうね、確かに。飛べるっていうのね。とりあえず寝て、ああ、もうだから、ベッドじゃなくて、ブロックの部屋に行ってもらいたいんだよね。じゃあ最後か。ブロックはどこだったっけ。おぉ、左上？あー、ここにね、うん。帽子とマフラーの女の子がいるから探してもらっていいかな。帽子とマフラーの女の子。いや、帽子とマフラーが浮いてるから。探してもらって。浮いてる。あー、なんか前、いなく、前撮ったっけ？エフェクト。エフェクトで撮った気がする。どの辺だったっけな。動くからね、どうだろう。あ、いた。あ、話しかけないで。でね、ちょっと信号を使ってもらっていいかな、うん、これ直接関係があるわけじゃないんだけど。小ネタっていうか。信号、信号。いい下だ、ね、信号。使うとね、あれチンの姿が見える。あ、いいよね。確かに。目元が隠れてて、目隠れの女の子なんですね。うん。かわいいね。それだけなんだけど。あ、全然聞いた。で、彼女に話しかける前に、雪女になってもらって、うん、雪ね。雪を降らせて、で、うん、帽子とマフラーになって、帽子とマフラー、これか。で、エフェクトボタンを押す。はい。その状態で彼女に話しかける。はい。あれ？もう一回話しかける。あれ？何もないっす。あれあれあれ。ただ雪だもんなったわけですよ。あ、話しかけて、うん、もう一回、うん、ああ、いいないんだ。これ繰り返してもらっていいかい。このこれ繰り返す。そうそう、そのうちね、扉の前に、はいはいはい、で、扉の中に入る。もう雪だるま解いていいよ。雪も取っちゃう。うん、取っていいよ。で、雪も止めていいよ。ありますか。はい、ああ、なんか前来たね、ここ。だね、ここに前女の子に会ったの覚えてる。あ、なんかいたような気がするわ。モノコちゃんっていう女の子に。うん、なんかあったね。どこだっけ。あ、先にそっち見るか。彼を刺してもらっていいかい。刺す？あ、そういえばこれ。包丁、包丁、包丁。やめたら、デーブ・スペクターっていう名前です。確かに、ちょっとわかる。じゃあ、ちょっと刺しますか。あれ？あ、じゃあ、3か。あ、じゃあ、エンターか。刺して、その、扉を右から入ってもらって。右から。
はい。まあ、探索してもらって、ここ来たことないんだよね。来たことないね、確かに。なんか燃えてんな。探索っていうか、まあ、左か。うわ、何これ。手 だね。右手と足か。でけえ足。お、下に行きますね。お、なんだ？なんだ今の。なにこれ？なにこれ？え？なにこれ？生首が浮いてますけど。ん？はい。どういうこと？生首が浮いてますね。なんかめっちゃいいだけいろんな人間の生首、ハゲとおっさんの生首。なんだこれ？これはエンターを押したら下に来るかな？いや、これだけだよ。え、こんなやつ。なんだこれ？ あ、いる。こうやって。飛ぶの面白いね、こうやって。うわ。そんだけか。これ何の意味があるんだろうね。特に意味はないけど。見えなかった。ちょっと戻りますか。ちょっと早く戻ろう。なんだあれは。結局なんだか全然謎だった。絵です。何もしょうがないでしょ。でも広間に戻ってもらって。あ、ジェイブスキフトだけど。復活してるな。左から入ってもらっていいかな、今度は。こっち行くんだよ。こっちね。あれ？何もないですよ。あ、ぶち殺してからか。いや、左何もないですよ。ああ、刺した上で左から入るのか。だと思うわ。もう一回刺してもらって。今の左から入ると。あれ？合ってる合ってる。ちょっと探索してもらって。探索？なん、あ、なんかいる。話が聞く。おお、びっくりした。ないないない。え、消えたし、しかも。じゃワープするんだよ。また別の場所にどっかにいると思うよ。おお。なので、名前、モノエさんって言ってね、今から会いに行くモノコっていうキャラクターのお姉さんっていう設定になってる。なんとも言えない顔してるよね。なんか、感情が読み取れないというか。読み取れないし、ちょっとびっくりしよう。なんもないですね。それだけなんですけど。それだけか。なんか、一瞬だけ、なんか椎名林檎似てんなと思ったけど、気のせいだった。椎名林檎は知ってる？さすがに。わかんない。名前はわかるけどね、顔は出てこないね。顔出てこないか。じゃあちょっと戻りますか。持っていいよ。ほら、常識がないからな。常識、常識な、これ。まあ、日本のタイ、それが疎いところで。どの辺でしたっけ？緑の手、ああ、下の方にずっと行ってもらって。川を右に。か、これ、これかか。はいはい、これ開いた。話覚えてる。まあ、一回あったね。なんか言って、特に何もできなかった気がする。なんだけど、実は今、エフェクトをこれ全部手に入れたことで、彼女にある変化を、うん。まあ、エフェクトを使うことで変化が見れるようになりました。ということで、ちょっといろいろ試してみようか。なんだ。とりあえずマジやってみるか。なんもなかった。どれだ？猫かな？あれ、こっち見てる。気のせいだった。
どれだろう。信号？お。お？なにこれ。話しかけてもらっていいかい。話しかけるか。なんだなんだ。なんだこれ。なんだこれ。信号を使うとこういう姿になるんだけど、どういう意味かなんか想像つく？なんかゾンビみたいになってない？まあゾンビじゃない。手が裂けて4つになって頭から何かが吹き出している。足手が出てるね。まあ要は交通事故なんじゃないかっていう。ああなるほど、信号だから。そうそう。ああモノコはこの窓付きの数少ない友人だったんだけど、交通事故で死んじゃったんじゃないかっていう、うん、ああ確かに説っていうか、まあ何かダンシングだよ音楽がずっとすごい。だから夢に窓付きのこうなんか脳内にこびりついてるイメージなんだろう。これ見ちゃったのかな、もしかしたら。一緒に帰ってた宇宙とか。はい、こんな感じです。そしたら戻りますか。こうやって普通なんだ。うん、これ話してたことないもんね。ない。はい、これで夢日記のイベント全部終了です。見ましょうか。あとはエンディングだけですけども、覚悟はいいですか？やだな、はい、やり残すことはないかい？いやもうないでしょ。でもテレビぐらいくらい、テレビも待ったら時間かかっちゃいますか。そうね。まあテレビはまあ本当おまけぐらいで、そんなになんか大事なイベントではないからね。わかりました。じゃあちょっと起きますか。あ、じゃあ起きなくても、ね、あの目玉腕で一回戻ってもらえばいいよ。あ、そっか。よし。はい、ここで。まあ、エフェクト一覧を開いてもらって、うん、一番下、ゲームの説明をもう一度見てもらってもいいかい？うん。エンターを。もう行く。ここだね。ちょっとここ読んでもらっていいかい？特定のキャラクターをチェックするとエフェクトが増えます。エフェクトを使うと格好が変わります。富野の部屋でエフェクトを捨てられます。この中でやってないのはどれだい？うん、エフェクトを捨てる。やってみようか。やりますか。インキー5で。セーブは意味から去って。あ、一回セーブしようか。ああ、そうだね。セーブしようか。そうだね。一回ちょっと寝起きますか、じゃあ。目玉が、涙が出てる。特になんかこうエンディング後に戻ってくる必要もないんだけど、まあ一応確かに、ね、なんか俺が見返したくなった時は一応 あんまないと思うけど、ちょっと強い強い。おあーあー外れよし、じゃあ捨ててみますか。これは捨てるっていうのは普通に捨てるだけでいい？これそうね、エフェクトになって天気5を押すと。お？卵になるんだね。ちょっと好きに配置してもらって、卵を。もうちょっと ぜひこのヒロ君のアーティストスキルを思う存分解放してもらって。うん、とりあえず卵になる。面白い。卵のデザインもいいよね。うん、全部考えられてる。ヨッシーみたいな卵みたい。確かに。ちっちゃい。どうしようかな。どうしようかな。
フェクト捨てるってすごい。夢を捨てるというか、もうね、エフェクトはね、夢なんだよね、窓付きの。おぉ。なりたいものの具現化みたいな。なるほどね。この夢を一個一個こう捨てるっていう作業はなんかこう、意味深だよね。意味深だよね。なんか捨てちゃう。電灯すごい。ピカピカして。電灯っていうかなんかパトカーのサイレンみたいな。確かに。どうしようかな。配置が難しくなってきた。なんかいい感じの形だね。まあちょっと、なんとなく、なんとなくですけどね。自転車、一番使ったやつですね。全部集めた中でさ、どれが一番好きよ、エフェクト。まあ。一番便利だったのは自転車だろうけどね。自転車だろうね、それは。まあ、能力とか抜きにして見た目だけで。もう鬼とか可愛かったよ。おお。いいとこ行くね。あんま使わなかったけど。まあ、ね。鬼とかね。じゃあ、こうなんか一番記憶に残ってる、なんだろう、イベントみたいなのってあるかね。いや、やっぱあの強制的に起きるやつでしょ。あー、赤の王様？そう。あれ一番残ってるんだ、逆に。いや、あれ結構衝撃的じゃない。そうなんだ。インパクト的じゃない。それは最後ですね。まあ、あとは、なんだっけ。あれ。どうするし、あれでやっぱあの、マイケル。あー、セコマサダ先生。あれも結構意味深だったよね。あれは結構考えさせられるよな。じゃあこれが最後のエフェクトかな。そうですね。じゃあ捨てますか。はい。捨てましたね。じゃあ一回実質に戻ってもらっていいかい。起きないでね。起きないで実質に戻る。すごい。なんか鳥みたいな。確かに繋がりましたね。で、ベランダに出てもらっていいかい？ベランダ？ベランダですね。起きてもらっていいかい？ベランダの受けに。やだな。すげえやだな。ベランダの受けに。はい。ベランダに出てもらっていいかい？ベランダ出んの？何か違う点がないかな。なんか、ここにありますね。いやだなこれ、はい、行きます。行きましょうか。行きますか。実はこれね、朝になってるんだよね、背景が。そうそう、朝になってるよね。なんか明るいなってるし、ずっと夜だったのが明けて朝になって、うん。じゃあちょっとエンディング置きますか。あら、はい。これで夢日記はおしまいです。あら、なかなかないよね、等身自殺エンドって。いやー、確かにちょっともまあなんとなくそんな感じはしたけど、まあね、いや、やっぱあんまり好きはなかったよね。だね。まあ、こういうゲームだからこそ人気が出たっていうか、まあ、のはあるんだろうけども、うん、まあ、安直にこう、ハッピーエンドじゃないのは俺は好きだよ、逆に。まあ、確かにね。これさ、うん、何がすごいって、このスクールで全部作っちゃうすごい。ああ、そうです。全部一人だもんな、しかも。そう。木山さんでしょ、ね。なんか、すごい。本気がいるよね。うん、いや、これ、俺やりたくないよ、多分。なかなかきついよね、これ、精神的に。すごいよね、これ。だから、木山さんって人はね、なかなかね、こうメディア上に顔を出さないんだよね。なんかまあ、確かに。小説のなんか、あの、許可とか出してるけど、続編の許可とか。うん。今までこれなんかインタビューを受けたりとかはないんだよね。だから本当に、謎に包まれてるんだよね、どういう人なのかっていう。
もう確かにあんまり夢日記っていうのは知ってるけど、作者の名前っていうのはなんか概念的に知ってるってくらいあんまりや、うん、普通なんかこうさ、こうゲームがこんだけ有名になったら先作者出てきてさ、なんかこうね、多少こう名前を売るってわけじゃないけど、こうまあやるよね、そう、私が作ったんですみたいなことを話すけど、うん、このゲームは一切ないからね、そういうの。確かに、多分ね、エンターを押すと進むと思うよ。押しますか。あ、その前だな。落ちちゃったか。落ちたっぽいですね。はい、ということで。うん。夢日記はこれでおしまいでした。いや、どうしよう。結構話したけど、改めてこうなんか、うん、感想がなんかあれば、ぜひ。なんだろう。まあ、ちょっと結構、ダークな、ね、見る感じ、なんていうか、結構、魅力はあるよね。魅了させるっていうか。なかなか、他のゲームにはない、その、安直にさ、やらないじゃん、このゲームっていうのは。テンプレ展開ではないよね。結構、あとなんか、ちょっと、なんだ、生々しいよね。すごい。描写とか。その、結構、包丁で刺したりとかさ。あの、マイケル先生とかのやつとかね。その辺がやっぱり、なかなか、考えさせられるゲームであったから。で、このゲームね、まあ、最初の方にも言ったんだけど、続編がね、有志が制作してて、まあ、あくまでこう続編っていうよりはリメイク、まあ、リイマジンっていう表現をしてるんだけど、2014年に出て、制作が2004年だから、10年越し、続編が作られるぐらい、こう、記事が、熱狂的な支持がある作品なんだけど、まあ、それ、理由を少しは、なんか、感じてもらえたんだろうかって思うんです。確かに。でもやっぱり、その、僕たち世代、俺ら世代はさ、みんな結構知ってるよね。やったことない印象もなんか、こう、夢日記は名前は聞いたことあるよって人多いよね。多いよね、だいぶ。だから、結構今回ちゃんと、もうほぼ全部できたからさ、まあ、そのテレビは置いてて。なんか、すごい、いや、面白かった、これは。なかなかこういうゲームやんないから。いやー、終わってしまいましたか、ついに。結構長かったね。もうね、まあ、あ、収録してる時期が、時期っていうか、期間が長かったけどね。時間は自体はそんなでもないけど。あ、まあ、そうね。それから最後なんか言いたことありますか言いたいこと最後ですか。大体言ったかな。まあ、最後に行くとしたら、まあ、自殺はダメですよ。本当に。マジで。そうだね、大事だな、それは。まあ、そう、まどこちゃんだっけ。まどつきか。まどつきが、まあ、結構、やっぱ見てる限り、いろいろとあってさ。まあ、引きこもってね、死んでしまったらあるけどね、やっぱり。まあ、やっぱ一回ね、誰でもいいから、その、相談をするっていうのは家族でもいいし、親でもいいしさ、親じゃん、家族と親は同じだ。まあ、友達でもいいし。窓付きに関してはそういう人はいなかったんだろうなっていう。いやまあ、家族の描写ってなかったからね。夢のでもなかったよね。ああ、確かに。あ、確かにそれ気づかなかったな。ああ、それすごい。あれだ、今気づいたの、俺も。友達の描写はあるけど、あ、ないんだよね、家族の描写って。確かに、父親、母親っていう影が全く、なかった。出てきてないね。でも、唯一あれかな、なんか部屋の扉から出た先のあの赤の王様？
ああ。あれがまあ、親っていう概念なんだろう。もうそしたらなんか DV とかされてたのかな。いや、いいとこ気づくね。いいね。そう、なんかそういえば、生々しいんだけど、家族の描写はないなって、普通結構使うじゃん、そういう。なんか、もう夢にも出したくない可能性あるよね。いいこと言うね。いいよ、いいね。まあ、ちょっと、なかなか、まあ、浅い考えですけど いも。やいやいや、素晴らしいと思うよ。俺思いつかなかったもん、それ。やっぱ、全部やってみて、もう友達も亡くなっちゃったし、家族も、そうだね。なんか、全部違うね。物は結構得たけど、なんか人的なつながりはなかなかそう、なかったよ増えなね。かったね。なんか、そうね、キャンプやってるの遠くで見る。そうだよね。やっぱりちょっと、その思春期のさ、多感な時期にね、いろいろとやっぱ重なってしまった部分もあるだろうね。難しい問題ですよ、ほんと。そうです。いこのやゲーム続編、まあさっき言った夢日記ダイアリー、ドリームダイアリーっていう、まあ、イマジン作品があるんですよ。そのうちね、ぜひやってみようじゃないか、また。そうね。また機会があればやりたいですね。ぜひとも。そのところでこの動画締めましょうか。そうね。しましょうか。で、パート数的には多分15、6から20は行ってないと思うけど。もう編忘集れまがした。途中なんで わかんないですけど。さすがに忘れましたね。あ、でもね、長いこと皆さんお付き合いいただきありがとうございました。いや、こっち、ありがとうございました。りょうさんもね、いい中、時間割いいてくやれいて。や。いや、もう編集してこれるだけでも何も言えないです、私ああ、そうね、締める。もう締め入っちゃったけど、もう一回質問していいか。たち。実況、実況どうだった？実況？プレイ、まなんか、ちょっとふわふわしながらやってるよあ。まあでもこんなもんだよ、実況プレイって。こんなもんかな。ダブりながらやるっていう感じだよ。まあ、他の人はやっぱり結構、ハキハキとしてるけどさ。まあ、ちょっと、俺らはね、まあ、のんびりいいか。こんなもんでしょ。こんなもんだって、実況。飲むそんな、かな。みんなね、こう、わー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 やりながらやる人間じゃないよ。まあね。ちょっとじゃあ、また、どこかね、でね。他の、そうですね、ゲームとかも挑戦していきましょうよ。はい。ぜひね。やりましょやりましょう。う。ということで、締めの2回目ですけど そうですね。はい。じゃあ、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。また。どっか別の動画でお会いしましょう。それでは、お疲れさ様よでなした。ら。お疲れ様です。